いやー。あー。ーよろしく頼むぞ。三、二、一。さあ、始まりました。サマレン。えあー、牛を前回そういえば落ちてたね。え、大丈夫なのもう結構無茶な戦い方してたもんね。 うん。うーん、やっぱそうなんだ。万全じゃないんだね、もう。え赤子にあー、ちょっと幼くなってるかな。いやー、これけど中身ないんだよね。だから、ここで仮に倒しても、まだ次があるんだよな、本番というか。うん。えー。 戦力にならないの、この後。うーん。あー、泥だし、入れるのか。いやー、けど入れたらすごいよ。うーん。もう無力化できつつあれじゃない龍之介が体を持てるというか。うーん。全部。 ああ、当てればあれなのハッキングできるのえ、けど2分って長くない結構な時間じゃないいやーそんな2分なんて待たせてくれなさそうだけど。うん。うん、ええー、けどなんか強制的にできないのかなこの、繋がってんのね、なんか。 うん。うん、裏切ったのは知れなんじゃねえのいやー、ほんとそのクジラが流れ着かなければね。この島の人たちはさ、こんな素敵な運命をたどらなかったのに、行きたいという。うーん。うん。 えあの大人の姿、あれハイネなのかなだから今の言んか幼児化じゃないけど、進んじゃってこの姿で。うん。いやーてか、心兵の体大丈夫これ。また無茶して。おー、命。いやーだからやっぱ、この世界線が最後じゃないよね、きっと。もうよく避けたね。2秒先も読めんのに。 まず油断させてみたいなこと <laughs> いや、けどやば。あそっち狙ってくんのうわ <laughs> 最悪なんだけどうん <laughs> えあ武器チェンジって何ヒず <laughs> のあれあやっぱりそうだうんうんえあれ頭潰されてどうなのあっちは。 うん。回復しないんじゃないんだっけここにいると。うん。ああ、え頭戻ってるね。あれけどここは削れてんのにな。まあ、ちょっと回したみたいな感じなのか。影を。ああ出してきたじゃん。十う。んなにそうかああ こっち側にね。うん。じゃあもうこっち側狙えばじゃえへへへ、ちょっと <laughs>。言ってたら。ああ。回したんか。やっぱり。影を。うん。だら削られた分は戻んないけど。あそういうことだね。さっきの顔といい。うん。頑張れ、ほんとに。うん。 それね、厳しい状況。うーん、あとはそれだけ、それまでの間、新兵の体が持つかだよね。またこの攻撃とか耐えつつ、またそっちにやんかいおー、ナイスおー、パンチまさか、うわぁえボッキボキじゃない、右手。ねぇ。わやばい <laughs> うん。当たんないのえ あかんえやば。弾丸で、え、そっちに移動してきたのえぐすぎる。は <laughs> あやべ<ー笑>腕ー。いやあ、左手切れて右手ボキボキだし。いやあ、右足もあんなで。うーん。 いや、二分なんて。いや、もう限界じゃないいや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 。打てんだろ、もう。うん。いや、そりゃあね、もうずっと長いこと使ってるだろうからね、影を。やっぱ。 うん。ねえ、年の子。え、これほんと銃使えないじゃん、2分経っても。うん。いや、それ。ハイデが撃つのかえまだ手があるえー、どうすんの え、新兵がうん。ああ、やっぱそうするの。いや、できれば。うん。うんねえ。いや、本当に、そう、通覚とか戻ってきちゃうでしょう。うん。 ええー、けど、この右手とか。うん。だから、いくぐって触れってことだ、あれ。<laughs> やば。<laughs> うん。何おかしいって、警戒してないうん。いや、そうね。すごいよね。さっきから。めっちゃよけるよね、この攻撃。弾丸にしてもさ。 うん。これは龍之介に対してだね。うん。ひずるさん。いや、あと入れるか。うわぁ、すげえ。うん。いけいけ。いや、届くかおお。いけたおお。入った いや、どうかなまたこの中での葛藤みたいなのがあるんじゃないの素手と、遠隔とはいいさ。うん。うん、やっぱ抵抗みたいなのしてるね。いや、これが完全にの、ね、え乗っ取れればすごいけど。うん。うん、頑張れ、龍之介。 うん。いや、持つかな時間まで。いや、てか大丈夫なのあ、そこよ。やっぱ来たな。一気に。いや、そりゃそうだよ。いや、こんなの、だって、腕ちぎれてたら。ええ。 よいよ。えなんてねやばいやばいやばい。いや、どうなっちゃうのこれ、龍之介。えあ、弾き出されたのかあ、やば。やられちゃったのえー あ,あ、分離だけけど今なんか撃ったよね。動けないようにしたのか。さっきの三発打ってたし。あ,あ、やっぱそうだ。うん。なになになにどういうことえうん。うん 何どういうことさあ。うん。2メートル。ええー、けど、移動できるその体で。え何 <laughs> 今度は何をええー。いや、もう無理じゃねこれ。 だってこの詩でやっつけたらさ、終わりなのあの、もう一人の詩ではなんか連動してやっつけられんのかなうん。うん。渡してたまるかだよね。うん。いや、もう、指消えてるよ。これ指なくなったら打てないじゃん。 うん。長生き。はあ、うん。未来そんなの見たいのえだってプツンとあれなんじゃないの世界消すというか。うん。300! やばすごいね。 うん。うん。ああ、これはまた、長く生きてるからこそ、ちょっと怖くなっちゃったんだろうね。死ぬのが。今泣いてたけど。うん、数ヶ月前。うん、うん、それでそうなったのか。 ええー、ちょっと待って。え、もう自分勝手すぎるんだけど。<laughs> 理由が。やば。何言ってんのこいつ、本当に。うーんいやー、魔王がゲーム機の電源切れるってやばいね。<laughs> うん。いやー、新兵 なんとか阻止しないとなんだけど、どうなのいや、これ一人じゃんだって今。あ、完成したいや、完成したとしてもだよ。ああ、いったね。いやー、その手でいけるあ、けどなんかボキボキだった手っぽかったけど、なんかそうでもないうん。 いや、やば。これ間に合うかいやいやいや。え、直撃コースに見えるんですけど。えああちょっと待って、ここで。ああ、これはいくかも。あ動いた。すげえ。いや、勝ち確だよ、この曲が流れるって。あ、はいね。 ああ、はいね、協力してくれたんだ。うん。うん。うん。あもしかして何龍之助もみんながあれなんじゃないの一つに。<laughs> やべえ、熱っ <laughs> あーめっちゃかっこいいんだけど。 もう曲といいさうわ <laughs> いいもうこういうの。なんか涙出てしちゃうんだけど。やべえああいけいや、倒れたんじゃないんじゃないうんね、ねそうだよ。ああかっこいい片手でいや、いけいけやっぱこれやっつけたしでやっつけられんじゃないかなああ、竜之介くん うーん。新配だよ。うーん。あははは。熱っす。いやー、いけ。おー。当たった。あーこれあれ外にいる。うーん。あんななんだ。あー。いやー、これこっちもやっぱやっつけられんじゃないか。おー。 いやいや、新兵もこれ。うーん。ああ、終わりだ、終わり。うーん。それね、あ、あれどうなっちゃうのかなうん、昼子。うん、消えちまえ。ああ、そうなんだ。 最後だよ。あ、終わりだ。うーん、切れたね。わー。うーん。あー、残った。昼。いやー、激ツですな、展開が。あとは、こっからどうなるんだあー、弾が。いやー、てか、 牛を平気またちょっとちっちゃくなっちゃったかねいや、かわいい。こんな時に言う言葉じゃないかもしれないけど。うん、しんぺいやば。うん、うーん。え、ハイネか。ああ、うん うんいやーなんかかわいそうだわ、ひる子。あ、えなんだえどうしたのああ、これ記憶かひる子の。ん誰今目の前にえ何が起きたのうん。 後ろああクジラーうーん。なんここに来た時のあれだよね。昼子様。うん。ああ、あそこに行きたいのかいえ、現世けど、 クジラが、ああ、やっぱそういうことか。うん。おーええー、タイムスリップじゃん。うん。はーい、寝た。うん。 うん、本物。うん。ああいや、うん。そしたら変えられるんだ、大元うん。いや、けどどうなのうん。干渉、そう、できないじゃん。あれああけどできるの うん。心平。声は届いてんのかな <laughs> そういう認識になったんだね。いや、けどこれで、うん。すげえわ。うん、変わったよ、多分これで。違うで、この間に、このひるこ様を、戻してあげるというか。 え後ろうん。なんだ。ま、そっちをどうにかすんのうん。うん。あ、こっちうん。えけど、消したらあれなんじゃない みんな消えちゃうんじゃないのなことないあ、け、これさえ消せばあれなのかなうん、わからん。まあ、見守ろう。ああ、消せた。いやーこれでこの島はあれなんだね。ああ、こっちも。ってことは、うん、そうだよね。みんな順番に消えてくんじゃないの うん。<laughs> やばい。いやー。いやー。はー。いやー、だから、龍之介くんも今ので消えちゃったのか、一緒に。いやー、残ってるのもう後ろだけじゃん いやーいやあ、なにこれ。ちょっとセピアみたいな。いやーそんな調子で言うのね。牛尾らしいわ。ああ、心、うん これ最後に元の,元の最初の世界に戻れんのえーうん。えっ、ー、ちょっと待ってえー、うん いや、てか、3日間なんだよね。う <laughs> ん<後ろ笑><やば>。<laughs> いや後ろ。やばいやあー。もういないじゃん。 やばっ <laughs> やーあー、えー、<laughs> あええああうん。うん。うん。ああこの力で ああ、後ろがうん。だからほんとこういうことが起こる前に。ああ、メッセージああ、これがあれなんじゃないのあのひズるの。そういうことでしょうああ、ええー。 いやあ、なにこれ二人して。あー戻るときそばにいてくれたのかな今のも。いやーちょっとこれあれじゃないもう。あーうわあ。ん これはああ、もう昔だ。島出る前の。いやあ、これであれなんだ。やばいあーああ、いやあ、やばいやーいやはははは やっはは。やっはは。ええ。あはは、ここで最初になるんだ。<laughs> いやば。やすげえな。うーん、ただいま。 ここからすべてやり直さないとだよ、新平くんが、今の。いやー、けど、<laughs> すごかったね、今のラスト。めっちゃ泣けたわ。<laughs> いやー、もう本当によくできてるね、このお話は <laughs>。いや、ここでまず一つね、あの、ボイスメッセージ気になるやつ、あれがね、解決したんですけども。あとは、この最初に戻った今の新兵、これがこっからどう動いていくのか。一応、あの飛んだ世界は、また最初の方の世界線に戻ってるっていう設定だからさ、まあ、当然、ヒルコ様とか、そのシデとかはいると思うんだよね。だからそこら辺をまた新しくどうにかしていかなきゃいけないってお話になるはずだから。 だからさそれがどうにかならないとずっとここでねこう無限ループが続いてるみたいになっちゃうからねそれを抜け出すお話になるはずなんですよそこが一体どんな形になるのかっていうのがまた次回楽しみだね、はい、というわけでね、えー、皆さんも今週のエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております以上ましたバイ,バイ